赤江マ松の葉赤江マ松の樹皮。赤江マ松は松下東貴族の常緑新葉樹。エゾマ松と共に北海道の木に指定されており、北海道の代表的な造林樹種である。樹高は通常は30メートルから40メートル以上だが、湿原では非常に小型になる。樹形は自然に円錐型となり、美しい。若い枝には赤葛色の毛が、 びっしりと生え、幹は赤褐色から黒赤褐色で太さ1メートルから1.5メートルとなり樹皮は鱗状に剥がれる。葉は幅1ミリメートル、長さ5から12ミリメートル程度で横断面はひし形をしており、四面に飛行体がある。エゾ松の葉は長く横断面は扁平なのでこの点からも両者は区別できる。私有同種で 対光色で1 5センチメートルほどの大花と、思考色で3センチメートルほどの芽花が枝に直立して咲く。花は樹上の高い部分の枝先にしかできないので、地表から見ることは難しい。北海道では5月から6月が開花期である。芽花は熟すると休花となってぶら下がる。円柱型で長さ4.5から8 5センチメートル程度。 太さ2.5センチメートル程度。北海道では9月から10月に安子色に熟する。北海道に分布の中心があり、特に北海道東部から北部の山間部や日高山脈に多く、北海道南部には分布しない。その他には千島列島の南部、四股丹島、サハリン最南端、岩手県の早知根山に分布する。北海道では、エゾ松、とど松、 竹看馬、板や楓などと分布域が重なるが、湿地やジャモイワジ、土壌の薄い溶岩状や火山灰や火山歴の土壌、痩せた湿地や海岸砂丘など、養分の乏しく条件の厳しい場所で優先する。このような場所では、エゾマツとトマツの生育は、困難なため、しばしば純林を形成する。根室市風連湖の春区二帯は、サス状の赤エゾマツ林として著名である。 アカン湖周辺では、メアカン岳、オアカン岳、マシュウケやアトサヌプリといった火山群によってできた火山媒地で巡林を形成しており、二郎湖畔の赤江ゾ松樹林や河合温泉付近の巡林などが知られている。また、ヤキシリ島のウグイスダニヌバーマツが名木として知られている。もともと赤江ゾ松は北海道の道南以北だけに見られ、 本州以南には分布していないと考えられていた。ところが1960年に岩手県宮古市の早知根山の蛇紋岩自体で96本の赤江ゾマツからなる群落が発見された。この蛇紋岩地帯は約2万年前の最終表記に形成された蛇紋岩が斜面上に取り残されたものでしばしば土石流の原因になっていた。1960年の赤江ゾマツ発見も アイオン台風による土石流被害の調査の過程で見つかったものである。この群落は標高980メートルから1180メートル付近にかけてのアイオン、沢と呼ばれる東西200メートル、南北600メートルの斜面地に限定されていて、これはたまたまそこだけ土石流の被害を免れたことで残存していたものだった。かつての最終表記の東北地方では、 赤ゾマ松は最も繁栄している植物種の一つであり、早知根山の赤ゾマ松は、その希少な生き残りと考えられている。その学術的希少価値が認められ、1975年に、早知根山の赤ゾマ松自生難原地として、国の天然記念物に指定された。1960年の発見当初、土石流を免れた赤ゾマ松は96本で、しかも、 群落の辺縁部から古村が進行し、消滅が危惧された。しかし1970年代には古村が止まり、土石流跡地に新たな赤いゾマツが育っており、2000年代には総数は143本にまで増え、太いものでは直径20センチメートルを超えるものも60本以上確認されている。小木も含めた総個体数は3500本となって、 短期的には消滅の危機は脱したと考えられている。本来、自然にコメがやヒバなどに遷移するはずのものが定期的に発生する土石流によって、コメがやヒバが倒されて赤エゾマツが生えることで群落が維持されてきたと推測されている。外観がエゾマツに似ていて、幹の色が赤みがかっていることから赤エゾマツと呼称されるようになったと考えられている。 エゾマツや赤エゾマツは分類学上はマツ族ではなくトウヒ族だが一般に常緑新幼樹はマツと呼称されている。アイヌ人はチカプスンクと呼んでスンクと区別していたほか、北海道での主な衣装としてデシオマツ、シコタンマツ、ヤチシンコなどがある。北海道では本種との区別のためにエゾマツを黒エゾマツと俗称するほか、 本種のことを赤松と俗称する場合もある。英名はサハリンスプルース、中国名はウンスギ。北海道では人工増林の代表種で2008年現在でおよそ16万ヘクタールの人工樹林がある。苗木の育成が良いで病気に強い上、春の目出しが遅いので高緯度の国間地、多節地での増林に適している。近年は公園や 街路樹、池垣など緑化にも用いられるようになった。樹形が自然のままでも整っており、新葉樹としては成長が遅いので特に庭木に適している。中でも草花と組み合わせてイギリス風の洋風庭園を作るのに適し、門回りや庭木として用いられている。湿原で小型化した個体は盆栽用に愛好されてきたが、洞窟によって希少化している。 盆栽では、エゾマツと称するものが実際には赤エゾマツである例が多い。一般に成長はゆっくりなため、年輪が均一で詰まっている。材は白褐色から炭鉱白色で、深部と偏部の性質に大きな差がないのが特徴。新葉樹材の中では強度が高いが、耐久性は劣る。天然の赤エゾ松材は、他の頭皮属一般と同様に、 建築材や土木用材、パルプ材としても使用可能だが、近年は資源が枯渇しており、北海道の針葉樹全体の4%から5%程度しかない。そのため高価な用途に限定されるようになっており、バイオリンやピアノなど弦楽器の表面板などに用いられている。人工造林の赤い染末材、特に間伐材は、 天然材やとどまつと比較すると強度でやや劣ると見られており、建材として用いるには採算性が劣るとされている。そのため強度の必要のない修正材や梱包材の用途に用いられている。強硬直径 5cm 以上のもの、強硬直径 5cm 以上のもの、ありがとうございます。